de aquí. の匂い握りしめる君の部屋のスペアキー、次ここに来るときに返してくれたらいいよって。君の顔また見たい、それが全ての思いだった。君の心わからなくて不安で確かめたかった。次いつ会えるの、また会ってくれるの。震える声で聞いてみた。右手で受け取った、何の変哲もない。この鍵が返事をした。またここに来てもいいんだって、また僕と会って許可してくれたかし、信頼してくれたかし。財布の奥底にしまい込んだ。尊敬できるそんな人、羨ましいとさえ思った。すごいねって、よかったねって、作り笑いが大変だった。男なのにって悔しすぎて、この人に負けたくないって強く思った。誰よりこの人に認められたいと思った。鍵を握り込みながら空